庄内浜ではおよそ130種類もの魚が水揚げされていますが、漁獲量の減少や漁業収入の低下など水産業を取り巻く情勢は厳しくなっています。イカ釣りの漁業者の皆さんも漁場を探すのがとても大変な状況になってきております。県水産研究所では県産魚の安定的な供給と付加価値の向上を目指し、さまざまな調査研究に取り組んでいます。でここがイカ釣り調査の工程ですね。あ、この辺りまで、うわ、磯の香りがすごい口いっぱいに広がりました。おいしい。このお魚がこの魚醤に。今回は山形の水産業をさらに発展させるための県水産研究所の取り組みを詳しくご紹介します。海の幸の宝庫、日本海。こちらは加茂港のすぐそばにある県水産研究所です。こちらではどんな研究をしているんですか？この研究所はですね、水産資源の状態を明らかにする調査や漁業の効率化、そして漁獲物の付加価値向上などの調査研究をしております。この研究所ではスマート漁業推進部、旋回増殖部、そして資源量部という3つの研究部門がありまして、その中でさまざまな調査研究に取り組んでおります。スマート漁業推進部はこの最上丸を運航する試験操業を中心にですね、さまざまな調査研究に取り組んでます。坂田港に来ています。大きな船ですね。山形県のマークも入っています。令和元年に建造竣工しました山形県の漁業試験調査船最上丸です、はい、機械がいっぱいありますけども、イカ釣り漁業だったり、底引き網漁業、ハエ縄漁業と様々な漁業の調査した結果をですね、山形県の漁業者の皆さんに迅速に伝えるために調査をしています。最上丸の船内を案内してもらいました。視界が開けました。いろんなモニターが設置されていますね。こちらが坂田港ですね、はい、でここが飛島で、このずっと線があるんですが、でここがイカ釣り調査の工程ですね。あ、この辺りまで、こちらは魚群探知機、海底からですね音を出してその跳ね返りを映像として捉えるものです。海の、ね、地図で、読みながら魚群を探知していくという。はい、そうです。この船は水産高校の生徒の漁業実習ですとか、あとは漁業就業者の漁業訓練、そういったのにも活用してますし、災害時の救援物資の輸送とかできるような船になってます。調査の中で今最も力を入れているものは何ですか？はい、山形県を代表するスルメイカの調査に力を入れています。スルメイカの漁獲量は最近は軒並みどんどん下がってきている状況が続いておりまして、イカ釣りの漁業者の皆さんも漁場を探すのがとても大変な状況になってきております。そこをサポートするためにスルメイカの漁場を探す漁場探索調査というものを実施しております。ここにイカ釣り機がついているんですけれども、なんともずらっと並んでます、はい、こちらで実際にイカを釣ってどれだけのイカが釣れるのか、そしてどれくらいの大きさが釣れるのかっていうのを調査しています。漁の装備もあり、はい、調査研究のための設備もありという船なんですね。そうですね、まあ、漁船と調査船のハイブリッドのような船になっているかと思います。かっこいい、はい、最近ではどのあたりまで行かれたんですか？その日本海の真ん中のあたりに位置する大和堆というスルメイカの好漁場になる漁場がございまして、そちらの方を中心に漁場探索を行ってまいりました。そうですね、その大和堆の中でも何箇所かでイカがたくさん釣れるようなポイントが見つかりまして、そちらの情報っていうのをイカ釣りの漁業者の皆さんに発信したところでございます。もう迅速に発信して。そうですね、即日もう終わったらすぐに漁業者の皆さんに、ホームページを使ったりとか、すぐに情報を発信して、行っております。
今後はどういったことに力を入れていきたいなと思われますか。はい、新しく、漁業に就業するという方も、はい、なかなか難しい状況が継続していきますので、少しでも漁業がやりやすい、親しみやすいものになるように、いろんな魚種を狙った調査を続けていきたいと思っております。旋回増殖部では庄内浜で取れますアカムツやナマコなどの増殖技術の研究開発などに取り組んでおります。小川さん、はい、こちらの貝なんていう貝かご存知ですか。私これわかります。ムール貝かと思いきや意外ですよね。意外にご存知なんですね。本日はぜひ小川さんに召し上がっていただく、ご用意いたしました。 ありがとうございます。わあ、磯の香りがすごい口いっぱいに広がりました。おいしい。わあ、ぷっくりとしていますね。上品な貝の風味がありますね。鶴岡の方ではよくお盆の時期に食べられる貝ではあるんですけれども、なかなかその他の時期に関しましては需要が少なく取られていないという現状がございます。そうした中で私たちの方では生息数が少なくなっておりますアワビや岩ガキといった資源の代替資源として注目しておりまして、現在有効利用の可能性について研究の方を行っております。まず一つ目に関しましては、漁の時期を拡大するための調査を行っております。毎月の、身入りの方を調査いたしまして、もちろん夏に関しましては身入りは良かったんですけれども、他の秋や冬の時期も非常に身がふっくらしていて惜しいということが分かっております。また美味しさという評価に関しましても官能評価という手法を用いまして、夏に限らず秋や冬の方も美味しいということが分かっております。そして大事な安全性に関しましては、出荷前に毎月一度解毒検査という形で安全性の方を証明しているのですが、春時期に関しましては解毒という形でどうしても毒化してしまう危険性があるので、量の拡大の可能性は低いと現在は考えております。これを機に意外の美味しさをもっと皆さんに知ってほしいですね。そうですね。実際こちらの庄内浜にはですね、この意外の資源量、昨年と今年実際に海に潜って調査したところ、かなりの資源があるということが分かりました。ただそちらの貝の年齢を見た結果なんですけれども、近い将来寿命を迎えてしまう貝がかなり多いということが分かっておりますので、失われてしまう可能性ある資源を有効利用できないかということで、酒田市にある酒担当さんの方でこちらの意外の PR イベントの方をさせていただきました。そうした中では庄内の中でも知られていない方もおられたり、内陸の方ではもちろんなかなかこの意外を意外として認識していなかった方が多いということが、そのアンケート調査の結果で分かりました。召し上がった方の感想はどうだったんでしょう。いや、非常に美味しいという形で、もっと他の時期も出してほしいという声もいただいております。だと未来は明るいですね、この以外の。そうですね。私たちの方でこの研究を続けてきた中で、安全性だったり美味しさの方は分かってきました。そういった情報を飲食店さんであったり、またひいては漁業者さんに伝えまして、この庄内浜にあるたくさんの以外をですね、積極的に取っていただきたいなと考えております。資源利用部は美味しい魚加工支援ラボで県産魚の付加価値向上に向けた研究を行っています。こちらのラボではどういった研究をしているんですか。はい、県産魚の例えば活締めや冷やし込みといった鮮度保持技術の開発ですとか、あとはここら辺で取れるお魚の美味しさの価格的評価を行ったり、あとはこちらにある加工設備を使って加工品の開発をしています。いろんな、ね、機器も私たちの後ろに並んでいるんですけれども、こちらは低温の乾燥庫で、この中で一夜干しが作れる、はい、これはマイナス30度のアルコールに真空包装した食品を入れることで鮮度を保ったまま冷凍できて、まあ、解凍した後も鮮度が比較的保たれているものです。こちらは職員以外の外部の方々も利用が可能です。特に県産水産物を使って加工品の試作をしていただく場合には、この機械の使用料が全額免除になります。このお魚ちょっと独特ですね。ノロゲンゲというお魚です。
ノロゲンゲ、まあ、庄内浜の特産でもある紅エビと同じ底引き網漁業で取られるお魚です。価格が低かったり他のゲンゲの仲間がいたりして、そういうお魚は完全に市場に出回ることはなく捨てられている。この見た目も悪く利用されていない魚を何とか利活用できないかと開発したのが、このゲンゲを原料にした魚醤油です。いわゆる魚醤に比べるとよりマイルドな香り立ちで、それよりもこうすっきりとしたお醤油のような風味の方が際立つような気はします。まあ、いろんな国の魚醤油とかあるんですけども、うんうん、まあ、そういうのに比べると確かにこう独特の香りとかっていうのは少ないもので、うん、そうなんですね、はい、このお魚がこの魚醤に変わったんですね。新たな活路が見出されたということでしょうか。はい、まあ、うちで開発したものは最終的にこう県内の加工業者さんに技術移転するにあたって、できるだけこう加工の手間が少なく特別な機械も必要ないということで、まあ、普及しやすさも考えて魚醤に加工しました。今回はノロゲンゲを代表に挙げましたけれども、あまり活用されていない魚っていうのはまだまだたくさんありますので、他の魚種についても今後も研究して活用が推進されることで、こう漁業者の方の新たな収入源につながればなと思います。県水産研究所の公式インスタグラム、おいしい魚加工支援ラボでは、施設紹介や水産加工に関する研究や開発の取り組みなど最新の情報を発信しています。ぜひ皆さんもフォローしてくださいね。研究本当に多岐にわたっているんですね。ノロゲンゲ以外可能性感じました。庄内の魚は私たちにとって宝物ですから、大事にしていきたいですね。はい、山形の水産業はまだまだ多くの可能性を秘めているんだなということを私も実感しました。そうした水産業の魅力を発信しているのが県水産研究所の皆さんなんです。皆さんの調査研究によって水産業に携わる人口が増えていくこともこれから期待されます。それでは県からのお知らせです。工業技術センターの一般公開を行います。10月12日は三河町の庄内試験場で木製クラゲ壁掛けや金属アクセサリーを作る工作体験など、10月13日は山形市の工業技術センター本所でロボットとの握手体験や電子ビームで身近なものを見る実演などを行います。どちらも参加は無料、予約は必要ありません。ぜひご参加ください。10月19日と20日の2日間、山銀県民ホールイベント広場で山形ウッドフェスティバル2024を開催します。県産木材を使った木製品の展示や木工品キノコの販売を行います。また木工体験や木製ゴム鉄砲体験、積み木コーナーなど子どもから大人まで楽しめるブースなど企画盛りだくさんでお待ちしています。さて小川さん、はい、県議会というとどういうイメージがありますか。そうですね、私たち県民が暮らしやすい社会の実現に向けて議員の皆さんが議論をするところでしょうか。私たちの生活にも関わり合いますから、県政もっと興味を持っていきたいですね。そうですね。そこで次回は県議会をより身近に感じてもらうための取り組みを紹介します。本会議場で行う演奏会、まるでコンサートホールのような雰囲気でしたよ。素敵でした。また机や椅子、カーペットはなんと県の特産品が使われているんです。また子育て中の方や障害のある方に配慮したある取り組みとは。それでは山形サンデーファイブ、この辺で失礼します。また来週です。